お疲れ様。いやー怖い怖い。なんだろう、ハラハラゲーじゃん。すげえハラハラすんじゃん。面白いけどね。面白いけどさ、なんだろう、罪悪感がすごい。ゲームオーバーの時の光を残して終わってしまったみたいな、ハラハラするね。あー、どうなっていくんだろう。で、ここが、外につながるための門だから、こっから出ることを考えないで、逆に内部の方に行って、お母さんに、娘さんをくださいと。僕と二人で、幸せにやっていきますので、よろしくお願いしますと、言って、外の世界に行くって感じ。いや、でもなんか、そんな感じっぽいよね。お母さん倒すのかな？え、だって、まあ、確か黒、いやでもカラーリングが黒だからって敵と決めつけるのは良くないと思う。もしあれがピンクとか、ショッキングピンクとか、そういうちょっと可愛らしい、なんかこう、パステルイエローとかさ、あ、淡いイエローとかあったら、まだほら、敵に思わなかったかもしれないし、カラーリングが黒だからっていうのはね、どうかなっていう感じ。プロポーズかなって、わかんないけど、私はこの子だったらもう結婚してもいい。ヒョウ柄、トラ柄とかねって、それ完全にカルガーじゃねえかよ。なんだ、イコはシマ、あのシママか？ガゼルか？やだなぁ。暴力だとやだなぁ。どういう風になっていくんだろうね。まぁ、謎解きなんで、一緒に解いていきましょうか。はぁ、今日のシャンデリアのくだりは面白かったね。明日、予約枠を取ってあると思うのですよ。土曜日6時、18時から多分取ってあるかな。ちょっと見てみようかな。多分あると思うんですけど。あるね。11月5日18時から、もしね、時間があれば、明日のこの時間にまた、お会いしましょう。進むかねー、どうかねー。2個も壊しちゃったもんねって。2個、なんだっけ2個って、なんだシャンデリアですか。でも、なんだろうな、2個ってなんだろう。胸が痛い。今日だけで何回ゲームオーバーした。その度に光は一人ぼっちになっちゃうんですね。あー、なんか胸が痛い。面白いねって。面白いね。でも平和に行きたい。まあいいや。まあ、この子と平和に過ごす日々を夢見て、うって、胸が痛いな。ひもなじバンジーしたよね。あれ、カメラアングルがさ、そうです、そこです、飛べば行けますよ、みたいな。だって急に変わったじゃん。俺、だって来たわって、もらったわって思ったわ。読もうか？ニコくんは角が生えてるせいか、身体能力が高いですと。ちょっとぐらい高くても尻餅つくだけですよ、つって。はい、どっこいしょーつって。終わりかなって思ったんですけどね。ダメだったね。尻餅どころじゃなかった。ちょっと背骨まで折ったかもしれないから。難しかったね。ちょっとじゃなかったね。はい、じゃあ、ここまでね。よし、実況ここまで。またお会いしましょう。See you next time! おつばうわー。キラーン！ありがとうございました。えい。親御さんをどうせ、でも説得できるタイプかな？あれ絶対頑固だよ。あれは多分、あのお母さんのタイプで言うと、いやー、確実に旦那さんよりは力強いタイプだよね。なんだろうな、後継ぎができた後はもう、旦那さんをこの城から追い出したか、もしくは魔力を吸い取っちまったとか、そういう類なような気がしなくもない。気が強いお母さんだなとは思うんですけどね。
道明寺おかんぐらい頑固って世代を感じる。わかるけどね。実家に握りそうだよね。かかあ天下だよね、あれはね。家事をやらしてるタイプかな。かな。ちょっと、うだつながらない旦那さんの姿が見えたけども、優しいような感じはしますね。なんて思うんだけどね。妄想でしかないね。じゃあ、またやりましょう。お疲れ様です。また明日。